ヌエストラセニョーラデアトーチャは、スペインの最も有名な沈没船。1622年、銅、銀、金、タバコ、宝石、宝飾品、インディゴ、スペインの港であったヌエバグラナダ副王領のカルタヘナとポルトベル及びキューバのハバナから、スペイン本国に輸送中に、フロリダキーズ沖合で沈没した。船体は、マホガニー材で建造され、 マドリードのアトーチャ教区にちなんで命名された。本土艦隊の船とハバナに集結できるまでに、ベラクルスで不運な混乱があった。パナマシエとラバで到着する宝は非常に莫大で、記録によれば1622年の夏に2ヶ月を用して積み込まれた。さらにハバナで一層遅れ。 最終的には28隻の船団で1622年9月4日にスペインに向けて出発したが、これは予定より6週間遅れていた。9月6日、強いハリケーンによって、キーウェストの西約35マイル離れたドライトートガスの近くのサンゴ礁でナンパ、船体は深刻な損害を受け、すぐに沈没。乗員、乗客265人中、3人の船員と2人の、 奴隷を除く全員が溺死した。この時、1619年のガルシア・デノダルの探検で、マゼラン海峡に変わるホーンミサキ航路を探検した、バルトロメ・ガルシア・デノダルが死亡している。生き残った船は、ハバナに戻り、ナンパを伝え、スペイン当局は、アトーチャと近くで座礁したサンタ・マルガリータの引き上げのために別の5隻を派遣した。 アトーチャは水深約55フィート地点に沈んでおり、ダイバーが積み荷武器を引き上げるのは困難であった。同年10月の2回目のハリケーンにより残骸はより遠くへ散乱し、引き上げはさらに困難にとなった。スペイン人はインド人の奴隷の助けを借りて数年間に及ぶサルベージ作業を実施し、マルガリータの船倉から登録された膨大な財宝のほぼ半分を引き上げた。 引き上げの主要な方法として、ガラス窓付きの大きな真中性の潜水症を用いた。奴隷が中に入り、財宝を入手し、甲板の水布が引き上げるのである。死亡率は高かったが、多少は効果的であった。死亡した奴隷は、サルベージ船の船長によって、事業費として計上された。1622年の艦隊の損失は、 借入金を増額するなど30年戦争によって財政的に厳しい状況にあり資金調達のためにガレオン船の売却を余儀なくされていたスペインに対して直接的影響を与えた。マルガリータからのサルベージ作業は10年間かけて成功したが後お茶に関しては発見すらできなかった。アメリカのトレジャーハンターメルフィッシャーと下請け業者のチームは 公便事業や投資家などの出資を受けて、後茶を求め、海底を16年半にわたって捜索した。フィッシャーは1980年に同時に難破した、サンタ・マルガリータの積み荷を発見した。彼は、この発見を、危険なプロフェッショナルダイビングの仕事であるにもかかわらず、船が発見されない限り最低賃金であるという、事実を前に中止を考慮していた何人かの協力者に、提示した。 ついに1985年7月、アトーチャの残骸と、銀、金、エメラルドが発見され、メルの息子ケインが、サルベージ船、ドーントレスから、フロリダ沿岸の本部へ無線で発見を伝えた。専門家は、金と良質の無双鉱山のエメラルドのほとんどがある、船の一部である、船尾楼が未発見であるとみなしている。これら及び他の貴重品は、 後部の船長室に保管されていたと思われる。引き上げられた金貨と銀貨は、主に1598年から1621年の間に鋳造されたものであるが、鋳造年月日は広範囲に及び、中には16世紀に遡るものもある。多くの日付と時代のタイプは珍しいものか、引き上げ前には知られていないものであった。発見後、フロリダ州はこの船に関する権利を主張し、 フィッシャーは財宝の25%を支払うという契約を結ばされた。フィッシャーは訴訟を起こし8年後の1982年7月1日にアメリカ合衆国最高裁判所はフィッシャーに有利な判決を下した。フィッシャーは1998年12月19日に死亡した。2011年6月には メルフィッシャーアドレジャー財団のダイバーがキーウェストから35マイル離れた場所から2つの銀のスプーンやその他の工芸品と一緒にスペインのナンパ船のものと思われる骨董品のエメラルドの指輪を発見した。その指輪は50万ドルの価値があると推定された。ありがとうございます。